遼寧省、遼寧省、遼寧省、中国語、省、ピニン印、リューニング s h n G、英語、リューニングは、中華人民共和国に先北部に位置する省。省とは、信用、他の主要都市として、大連がある。旧省は、政京省、後に、法廷省。北東部を、吉林省、北部を内モンゴル自治区、西部を、河北省と接す。 また南西部は、両東半島を境に海域が分かれる航海と、北海に面し、南東部は朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮と接する。両寧省には、満州族、モンゴル族、海族、朝鮮族、シベ族など43の民族が住み、少数民族人口は655万人、全省の16%を占める。1950年代に、 福神モンゴル族自治権と各サモンゴル族自治権が成立し、改革開放後には新品、清原、久喜は、本家、関一氏、広志治の六万州族自治権、三十五小数、民族鎮、百五民族郷、民族連合自治号が創設された。有史以前には、鉱山文化などの両画文明が見られる。戦国時代に、メの勢力が両画流域に伸び、 関大に、両党軍が設置されたが、その後の中国の混乱により、戦費や高栗、喫丹、女神など異民族が支配する地となった。秋世には再び、肝心勢力が両党に進出したものの、満足が好奇して、清朝を樹立、逆に、全中国を支配した。北京戦と前の都であった成京は、法天府と解消されて、副都として扱われた。満州の地方行政は、 中国内地のような小制度によらず、中坊八期の将軍たち、西京将軍、吉林将軍、国立江将軍によることとなった。現在の遼寧省一帯の行政は、当初は、両党に置かれた中坊将軍である、両党将軍が管轄したが、法典に移され、法典将軍、ムクダニー・ジーアン人に改名され、さらに、西京将軍に改名された。は、 祖先の地である満州に、漢人の入植を禁じる風禁政策を取ったが、ロシアの南下政策が顕著になってきた1860年に、全面解禁し、三島省などから多数の漢族が入植した。やがて、満州をめぐるロシアと日本の勢力争いは、日露戦争を引き起こし、満州の各地は、戦場となる。新朝末期の1907年に、 法典を将都とする法典将が置かれ、同時に、聖教将軍は東三将総督となり、かつて、吉林将軍や国旅行将軍が管轄していた、地域をも管轄するようになった。新朝滅亡後の軍閥時代には、張作人とその息子の張学良の法典軍閥が、この地方を実質支配した。百二十九年には、章名を、寮寧、章徒信用とされている。 その後、長学寮は、父の死亡の原因、長作林爆殺事件が、関東州、大連を根拠地とした関東軍の陰謀と知ると、日本職を一掃して、対決姿勢を見せる。これに対して、関東軍は1931年に満州事変を起こし、新朝最後の皇帝不義を脅迫して、諸位、い、満州国を樹立した。関東軍は、 超学寮を追放するとともに、先の解消命令を破棄して、救命の法典省に復帰さるとともに1934年に法典省、安藤省、近州省の三省に分割した。当時の日本はに多額の重工業投資を行っている。1945年、日本の敗戦に伴い、満州国は崩壊、中華民国政府は、遼寧省、安藤省、 両北省を設置したが国境内戦により、共産党軍の実行支配下に置かれた地域では別の、行政機構の両寧省、安藤省、後に両党省に統合、両北省、後に両政省に改編が設置されるなど複雑な行政区画編成を経た後、1954年にそれらの統合が実施され現在の両寧省が発足した。 建国されて間もない中華人民共和国の経済地盤を支えたのはこれらの地域であった。中国は遼寧省を中国最大の重工業基地と捉え、多数の国営企業を建設した。しかし、1980年代以降、改革開放政策の進展に伴い、上海を中心とする長江デルタや江州を中心とする玉江デルタが外資を導入して、 経済的に躍進すると、その反動で、両寧の国営企業は、多額の負債を抱える時代遅れの存在となった。現在では、大連を中心とする、沿海地域が外資を導入し、経済的に成長している。なお、建国後、両寧地域は、両党省と両政省及び信用、旅代、安山、武順、本家の中央直轄市が成立したが、 1954年8月、両島、両政両省や中央直轄市は廃止され、両年省に統合された。株にに副省旧市と十二地旧市を管轄する、広い土地、長い海岸線を利用して、農業、漁業が盛んであった。農業は乾燥地にも適したトウモロコシなどが主体であるが、安山伊北、万金、金州、丹東などでは、水稲も栽培し、 特に、板金米は有名である。最近は大都市周辺での野菜、果物の栽培も多い。水産物は、牧海、黄海に面した海岸で盛んに行われていて、現在は、日本、韓国への輸出も盛んである。第二次世界大戦前、後を通じて、重工業が盛んであった。板金の両替油田は中国でも、第三位である。最近は、蛍光業、 信用の自動車、航空機産業、IT 産業、大連のソフトウェア産業なども盛んになってきている。2016年1月から9月期の遼寧省における経済成長率は前年同期比マイナス2.2%で全国の省のうち最下位となった。遼寧省は2002年1月に超高島。 林口工業区を小級経済開発区に認定などしてきたが、2006年に、両寧省の5 1千円買工業区計画をまとめて発表している。これは、両寧、栄光円会産業基地、両政金周湾円会経済区、大連町高島、大連地安川市花園口工業区、両寧担当産業園区を個点として、 西の小足島水中圏から東の担当東高島での海岸を一線とし、高速道路などで結ぶ大計画である。高等教育機関は二大都市である信用と大連に集中しているが、その他の主要都市にも配置されている。主なものを地域別に挙げると、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。